さんいい服買っちゃいました。はい、皆さんこんにちは。ボスうんたんです。本日はですね、竹尾菊池さんの方で爆買いしちゃいました。竹尾菊池なんですけれども、まあ日本では結構有名なブランドなんです。新宿のルミネっていうところに、ありまして、5万7000円使ってしまいました。やばいね。ルーちゃんに結構ね、買う前に怒られちゃったんですけど、え、本当に買うの?みたいなね。だって買いすぎだもん。ちょっと買ったものを皆さんに紹介していきたいなと思いますんで、よろしくお願いします。レッツゴー。じゃじゃーん。自分が見てお気に入ったやつがこちらのジャケットです。すごい綺麗な色してるんですよ。でこちらは結構綺麗めのスタイルになっておりまして、しっかりとした印象を与えるジャケットになっております。自分が個人的に好きだなと思ったのはまずこの色っすね。緑にしてはまあちょっと大人っぽい色となっておりまして、しかもシュッとしたスタイル。まあこちらの方は結構自分一目惚れして買いました。まあ注目すべきがこの中の方なんですけれども、竹尾菊池のマークと星、あと王冠が書いてある。これ中身も結構注目ポイントかなと思ってます。でこちらの方ですね、細身の人がすごい似合うかなと思う、店員さん言って、まあ自分はもうその言葉にやられてすぐ買っちゃいました。でこちらの方がいくらだっけ、1万8000円でございました。でもレジにて値引きで 10% 割引、やってくれたので、実質1万、6200円で。続きまして、こちらシャツですね。で、さっきの、ジャケットの中に着るシャツなんですけれども、こちら結構綺麗めなんですけど、ちょっとオーバーサイズの、カジュアルも、入っている、まあ、どっちの要素もある、シャツとなっております。まあ、こういった、シャツって持ってなかったので、一着欲しいなと思って買いました。サラサラ。ボタンもね、こだわりがあってですね、普通の白色のボタンじゃないんです。ちょっと緑かかったすごいちょっとおしゃれな感じのシャツ。こちらの方のお値段が8900円、それの 10% 割引で8010円と、なっております。企業案件じゃないよ。パンツの方なんですけど、パンツがこういったちょっと柄が入ったチェックの、ものとなっております。個人的に結構スキニーとか無地のものは結構あるんですけれども、こういった、柄の入っているもの自分持ってなかったので、こちらの方を購入することにしました。値段が11000円、ちょっとシャツより高いんですけれども、割引がありまして9900円。最後にシューズ、きれいめな箱に入れてくださったんです。中身開けていきたいと思います。おお。自分も今初めて開けるんですけれどもセットで買うことって自分初めてで、ちょっとドキドキしてたんですけど、まあ店員さんに勧められて、まあ個人的にもすごくいいなと思ったので、すべて購入することになりました。でこちらの靴がですね、ブルン、まあすごい綺麗めなシューズとなっております。でこちらの方が値段が、これが一番高かったんですよ、19000円。これすごい裏もですね、ちょっと高級感のある感じとなっております。こちらの方で最後一番下はピシッと決めて、まあ、全体的には綺麗めで、まあ、少しカジュアルでちょっと崩したような形のスタイルで、やっていこうと思いました。皆さんいかがだったでしょうか。今回の動画で、いいと思われた方は、いいねと、チャンネル登録とコメントよろしくお願いします。まあ、ちょっと恥ずかしかったんですけれども、こういった動画どんどん、投稿していきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。それではまた See you next time! バイバイ。チャンネル登録以外のおすすめの動画はこちらです。